成人式が開かれた北九州市小倉北区の北九州メディアドームには朝から着物やきらびやかな衣装をまとった新成人が集まりました。人に迷惑かけんごと頑張っていきたいなと思ってます。怖いけど成人式は出たいなみたいな新型コロナの感染を防ぐため式典に出席する人は事前にウェブで申し込んで取得した QR コードを提示して入場。万が一会場にいた人の感染が分かった場合は市が登録された連絡先に早急に通知するということです。北九州市の今年度の新成人は9572人で去年より275人減っています。